防消防です。はい、どうも消防です。はい、見事消防が見事というかね、ようやく、ね、免許、ね、取得終わりましたんで、今日は初のライディングということになりますけどね、うちの息子の翔太、消防ね、忍者をここまで引っ張り出すだけでね、一苦労ということで、でしかもね、これ絶好の雷雨、雷雨寸前であるに、ね、バイク乗りたくてしょうがないってことで、これからとりあえずね、私が先導して出かけます。ということでよろしく。はい。とりあえず雨降ってきたから、うん。うん、急いで走んないと。ね。ああ、怖っ。どうですか？怖いよね、もう。とりあえず歩道ですから、ね、車道の方に出てください。うん。うわ、怖え。はい、クラッチ気をつけてね、しばらく乗ってないからね。うわ、怖い。何が怖いんだか俺にはさっぱりわかんないんだけど。はい、左上からね、ちゃんと、うん、一時停止してね。あ、怖い。この時間は、車も多いし、歩行者、自転車も多いから気をつけてね。はい、次、右折してください。何よ、ウインカー OKOK、はい、もうちょっと速度上げてくれませんか。はい、メリハリのある運転をねしてください。メリハリのある運転ね、うん、ペダルってこれずっと下にやってる足、何ペダルって左のギアチェンジ、うん、そんなこと考えたこともねえからわかんねえよ。とりあえず走って外観向かってくれよ。走りながら説明すれば、そんなこと考えたこともないからわかんない。あー気持ちいい。いいなあ、このスピードで気持ちいいなんて言ってられるねえ、あー最高じゃない。まっすぐ行っちゃっていいの。はい、まっすぐ行ってください、とりあえず。いやー楽しいなこれ。そりゃ楽しいよ、バイクは。うん、これ楽しいわ。いいなー、ちょっと走って、2、300m 走って楽しいって。なあ、俺もそういう気分になりたいよ、もう一度。まあちょっと路面濡れてるとこあるから気をつけて曲がってね。うん、ぐーっと、そうそうそう、ちょっと減速早いな。はい、ここでグッと寝かす。なんで俺に抜かれてんだ。ほら、ほら、スリップした。すべて、危ねえよ、危ねえよ。俺はスリップしたよ、お前。そうだ、俺の、お前、これブロックタイヤだもんな、滑るわな、そりゃ。いや、いつもの調子で行っちゃったよ。ああ、楽しい。はい、車気をつけてね。はい、信号左折してください。ああ、ちくしょう、やっぱ道路濡れてんな。おお、エンブレがすごい。エンブレうまく活用してね。横断歩道があるから気をつけてね。ガキンチョの飛び出し多いから。ここ右？右曲がれない。まっすぐまっすぐ。はい、歩行者優先だよ。あれ、行っちゃった。やべやべ。お前。これカットだ、これカット。カットしないよ。はい。カット。消防は歩行者優先できませんでした。はい。これカットだ。やめてよ、マジで。あ、まあ、教官のね、教えをちゃんと守ってないよ。横断歩道あるからね、人が飛び出しあるよって言ってるそばからね。はい、右折してください。次は幹線道路出ますんで、外観出ます。あ、危ねえ。それが一番危ないからね。危ねえ。前ブレーキガックンが。うん。ね、これダブルディスクですげえブレーキ効くから、うん。ね、今みたいなので一番立ちこけ起こるから気をつけて。うん。今のパターンが一番危ないからね。だからフロントブレーキ使わずにリアブレーキ、ああいう時はリアブレーキ使って、うん、分かった。フロントブレーキはちょこっと触るぐらいでいい。それで効くから、フロントブレーキばっかりかけてるとガツンと効いてガタンとひっくり返るからね。追い抜き追い越しもやってみてね。すり抜きはやんなくてもいいよ、とりあえず。すり抜きはやだよ。そのうちできるようになるよ。
まずはとりあえずバイクになれることだ。ただここですり抜けして先頭出ないとさ飛ばせねえんだよね。いいよ怖いから。車と一緒に走ってるだけはノーじゃないよ。いやでも楽しい。なんか怖いっていう感覚はあんまそこまでない、うん、でもこれちょっとすり抜けしたくなるね。やっぱりそうだろ。うん、なるわ。なるだろ。なる。俺はもうとっくにやっちゃってんだけど、いつもなら。とりあえず今日は危ないからやらん。じゃあ右入って、これ右、この車の後ろ。はい、全然十分なんだけど、スピード感。それはもう慣れだからね。だって今50キロも出てないでしょ、俺。もうこれで満足なんだけど。そう、楽しいんだけど。それじゃあもう忍者やめてさ、俺のカブやるから。俺にそのバイクよこせ。ダメだよ。俺のバイクなんだから。いや20万分は俺のバイクだろ。いや20万分乗ったから。乗ってねえよお前。乗ったよ。まだ1000キロしか乗ってねえぞ俺。乗ったもうダメだ。じゃあ俺についてこれるかやってみるか。まだ無理か。やだよ、無理だよ。まあ、とりあえず先頭出ちゃって、真ん中走って先頭。何ビビってブレーキかけてるんだ。怖いんだよ、だって。じゃあこっからあの信号、ね、変わったらガッと上げて、ガッと、うん、このまんま前に車が4台ぐらい止まってるから、そいつも追い越しちゃって。え、あの車。うん、それで先頭出れば結構飛ばせるから。だってもっとだ。お前セロに抜かれるぞこれ。セロに抜かれちゃうこれ。はい、ついてこいよ。はい、ついてきて。何やってんだ。頑張って俺のとこまでたどり着けよ。OKOK、来た。あ、来たね。うん、もうちょっと回すよ。後ろ追ってる方が楽しいかもしれない。ああ、気持ちいいだろ、このぐらいで走ってんのは、うん、この速度に慣れて、このぐらいの速度に、うん、でもなんか速く感じない。全然速く感じないよ、忍者。170キロ出したって速く感じねえもん、うんうん、車線横ちょっと怖いな、うん、それは慣れて、うん、車と全然勝手が違う。なあ、当たり前だよ。やっぱなんかてか、ミラー見ない方が、目視の方が分かりやすい。そりゃそうだ。目視、うん、目視の癖はつけてくれ、うんうん、この辺路面濡れてるから気をつけろよ。うん、いやでもそんなにスピード出してなかったら滑ることないでしょ、路面で。あー、その時のタイミングなんだよな。滑る時は、まっすぐ走ってでも滑るからよ、うん、基本だから雨の日とかやめた方がいいでしょ。まあ、ツーリング行って出先で雨が降っちゃったとかそういう場合はしょうがないけどね。うん、雨の日高速とか走ったことある？ある。怖くないですよこれ。うん、一回すごい怖い思いしたことあるよ。ハイドロプレーニング現象っていうの、120キロぐらい出してたら、うん、もう全くアクセルもブレーキもハンドルも全く動かない、スケートリンクで滑ったような状態。それが約5秒ぐらい続いた。その5秒間はね、5分ぐらいに感じたよ。あれハイドロプレーニングってやつだろ。うん、乗っちゃうんだよね、水の中。そう5秒ぐらいだったけど、すっごい怖かった。あ、怖っ。これずっとまっすぐ行くと外観にまた出るから、外観左折ね。外観左折。いや滑るな、タイヤ。今俺ちょっと段差乗り上げただけで後輪滑ったもんね。嘘、怖いんだけど。そういうこと言わないでよ。すげえ怖えよ。いや、こういうね、中途半端な道路の濡れ方っていうのは一番ね、滑るのよ、タイヤが。だこういう時にわざとリアブレーキをね、こうやってね、ロックス、こうやってやって、こういう練習をするのよ。やだよ、これ、俺、こけるもん、絶対。だリアブレーキをロックさせて、スリップして、どういう風に車が滑ってるのかっていうのを体で覚えちゃうんだよ。いや、怖いよ。こういう時の前触れ気をつけて。言ったでしょさっきも。あ、ニュートラル入っちゃった。ちょっと待って。
こういう時怖いな、今みたいな。なんで怖いんだかよくわかんないけど、はい、右。トラックの後ろ危ないから、うん、視界が悪くなって、うん、避けた方がいいね。ああ怖い。で車間距離もやっぱりオートバイ一番オートバイ1台分以上空けて、うん、それでできれば余裕ができてきたらと、バイク止めてこうやって止まってる時こうやって後ろ 見たりしてね、こうやって、うん、いきなりすり抜けしてくるスクーターとか、接近してくる車とかいるから、スマホ見てて、うん、そういうのに追突される恐れあるから、うん、でもかわしようがなくない、これかわしようがないけども、パッとなんかほら緊急的な動作できるじゃん。ほら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 、なあ、あえて来るわけだよ。ね、ああ、超怖い。ね、あれが普通にあるから、ね、みんながみんなほらね、交通規則通り走ってるわけじゃないから。あれでしょ。みんながみんな敵だと思うでしょ。みんな敵だよ。全部敵だから。本当だよ。でも本当にごもっともだと思う、それは。そうだろ、自分がどんだけ守っててもね。そう、無理だから。うん、企業どうにもなんないときは。面白いだろ、バイク。うん、楽しい。ああ。取ってよかったよ、これ。超楽しい。怖え、曲がんの。うん、濡れてっからね。ここさっき俺が滑ったとこだ。俺18の時もここで滑ってひっくり返しそうになってんだよ。怖え。やべえ、どうしよう、超楽しいんだけど、これ。超楽しいんだけど、ゲームなんかやってる場合じゃなくなっちゃったよ。そりゃそうだよ。モトブログもやってる暇はないだろう。うん、モトブログもやだね。ええ、やんなっちゃったね。申し訳ございませんでした、皆さん。ということで、消防はですね、バイクちゃんと乗るためにモトブログはしばらくやらないと。もしかしたら永遠にやらないかもしれないですね。バイクを楽しく乗るためにモトブログをやめる。あ、まあ確かにそれは言えるね。いきなり初心者の状態からモトブログやってても、多分両方とも中途半端になっちゃうと思うよね。なんかそのうち分かんないけど、バイクに乗るのがちょっと義務的な感じになっちゃいそうですね。そうそうそう、そういうのもあるしね。動画を上げなきゃっていう。そうだね、つまんなくなっちゃうからね。うん、だから俺もそれがいいと思うよ。道あったっけ。まあ、あるよ。で、横断歩道があるんです。さっき歩行者譲んなかったの、横断歩道。だからその辺のどっか公園のとこのライトの下だったらバイク写真撮れるんじゃない。ここ本当やべえんだよ、ここ。いきなり人来っからね。この辺だったら撮れるかな。うん、今車来てっからね。俺、そこで U ターンできるかな。できるよ。いや、できるかな。できるよ、やんなきゃしょうがねえだろ。やってみろよ。はい、U ターン。あ、いけるいける。あ、いけるいける。よしよし。あ、こんぐらいなら意外と曲がれんな。うん、これ取ろう。雨降ってるけど。はい、ということでね、消防路上教習1次元目ほぼ終了になりましたんでね、記念撮影をするそうです。じゃあ俺が撮ってやるよ、バイクと一緒にいるところをね。撮れたかな。なんか宇宙人がいるみたいだぞ、お前。それでいいの。いいの、それで。じゃあ帰るか。なんかダセえな、ちょっともう一回撮って。こうやってやってれば。ああ、分かった。そうやってやってるじゃん。横で撮って、横。横？うん。あ、こうね。あ、これの方がいいよ。うん。ああ、いいじゃん、いいじゃん。これならいいな。うん。OK、OK。はい、ということでね、ちょこっと走るのもね、喋りながら人にこう走れ、ああ走れ、こう走るというのは非常に疲れますね。はい、ということで、本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、ね、本日は皆さん最後までご視聴どうもありがとうございました。